ユダイ・タダ氏は、中華民国の政治家、軍人、私立上海西洋羽大学を卒業して、文学史の学位を取得した。後に、アメリカに留学して、ハーバード大学で、哲学博士号を取得し、さらに、ドイツに移って、ベルリン大学で研究を続けている。帰国後は、国立中山大学教授、国立中央研究院歴史語源研究所、 千人研究員を歴任した。1929年8月、ユダイ・タダ氏は、国民政府軍政部省省参事に起用され、参謀本部主任秘書、中ドイツ大使館商務専員を歴任する。中ドイツ大使館では、兵器、軍需物資購入の任に当たった。1933年1月、軍政部兵行署所,所長に任ぜられる。1937年、 軍事委員会作戦部副部長を兼任し、日中戦争でも軍需物資調達の任務を担当し続けた。1943年7月、三民主義青年団第一期中央評論議員として招聘される。その翌年12月には軍政部常務次長に昇進した。戦後の1946年2月、ユダイ・タダ氏は陸軍中上位を授与された。同年5月、 交通部長に起用され、6月には、全国経済委員会委員も兼任している。以後、行政院、水税区政務委員会委員、国防部科学委員会委員、行政院政務委員会委員なども兼任した。1949年3月、交通部長を退き、東南軍政庁観光所政務委員会、副主任委員に転じたが、国境内戦最終盤の同年11月に、 アメリカへ逃れている。1950年3月、ユダイ・タダ氏は国防部長に一旦任命されたが、実際には就任しなかった。翌1951年5月、美縁会副主任兼中米大使特別女理に任せられる。台湾に戻った後の1954年5月、国防部長に正式に就任した。以後、1965年1月まで10年余り。 この地位にあり、その間の1958年には、金門法選に対処している。1962年12月から1971年5月まで、行政院政務委員を務めた。また、1966年には、相当府国策顧問に任ぜられ、1976年には、相当府市政に移っている。1993年2月、仏門に入り、方法皇は、 清志氏とした、同年7月8日、台北市にて死去、去年96、ありがとうございます。